そろそろマクタナス動画配信じゃねえか。あ、見てえな。でも練習もしなきゃな。どうしよっかな。あ、テレビも面白いないんじゃん。やべえ。うわ、 DVD も昨日買えた。いや、見てえわ。でも練習もしなきゃな。いや、マクタナスの配信どうでもいいや。テレビと DVD だな。うわ、見てえ。です。今回はながら練習にぴったりのフレーズを紹介していきたいと思います。ギターは上手くなりたい、練習したい、でもどうしても他にやりたいことがある、そんな時、今までならどちらかを諦めていたそこのあなた、そんな時はですね、こんな練習をしてみてはいかがでしょうか。意識はね、テレビや動画に向けていいんですね。マクタナさんの動画でもいいです。マクタナさんの動画じゃなくてもいいです、ね、無意識で、で意識はテレビで、無意識でギターを弾くようにします。フレーズは単調ですけど、もしね、テレビを、まあ、1時間、まあ、大体1時間のね、テレビ番組、バラエティとか、まあ、1時間ですね。の1時間見てる間、普段は何もしてない、ただ見て、なんかこう、なんか飲んだりね、こう、スマホをたまにいじったりして、テレビ見てるかもしれないですけど、そこで、ね、こう、1時間この練習を費やすことができれば、指の体操にもなるし、もう、かなり上手くなるはずです。でテレビも見れる、ギターも練習してテレビも見れる、最高ですね。どうしてもテレビ見ながら歌う歌うみたいなのはなかなか難しいし、なんかこう曲練習するのもなかなか難しいかもしれないんですけど、この単調に、ね、別に何も考えなくてもただ喋りながらでも慣れるとこれができるようになります。だからこれをね、1時間練習したらかなり上手くなると思いますので、コードしか弾かないから必要ないわとか思ってる人も、これもね、実際こう指動かすのも大事になりますので、ぜひやってみてください。では練習していきましょう。まずはパターン1ですね。これは、ね、6弦からですね、5フレット6フレット7フレット8フレットにただ順々に動いていくだけです。でポイントはですね、人差し指で5フレットで、そこから1本ずつ中指薬指小指と動いていきます。でここで注意は、人差し指で5フレット弾いた時に人差し指移動して6フレット弾かずに、ちゃんと中指使って、ね、1フレット1本指使うみたいな感じの、弾いていってみてください。そして、右から左にこう人差し指中指薬指と行く時は、人差し指を弾いて中指行く時に人差し指をピッと離さない、こういう風にならないね、押さえたままドゥ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 とね、ハンマリングしていくようなイメージでやってみてください。ね、ゆっくり弾いていくと、ってなりますね。ピッキングはダウンアップでもいいですし、ダウンアップじゃなくて、まあ慣れてきた人はダウン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 でもいいし、指で弾いてもいいですね。親指と差し指で、こういう弾き方もあるので、これも練習になると思います。僕もたまにやってました。鍛えるためにね。で、1弦までいったら折り返し、今度8フレット8、7、6、5とやっていきます。この時は、まあ、指が離れてもしょうがないので、ね、指離れないと小指つけたまま薬指を押さえても小指の音が鳴っちゃうのでね、まあ離して、でもあんまりバタつかないようにね、弾いてあげてください。
ね、これがパターン1で、次パターン2ですね。同じ指使いです。この5678は同じなんですけど、今度5678いったら5弦じゃなくて4弦を弾きます。で、1弦またぎます。ちょっと難しいんですけど、この1弦またぐっていう練習もね、この右手のピッキングのなんかこう、なんだろう、体に慣れさせる、弦と弦の間を体に慣れさせるためにちょっといい練習になると思いますので、やってみてください。多分ね、慣れてないとあまり出てくる弾き方ではないので、慣れてこないとですね、ちょっと間違っちゃうと思うんですけど、まあこれもね、こう最初のうちはちょっと意識するかもしれないんですけど、そのうちね、テレビ見ながら無意識に弾くことができます。指板も見ないで弾くことができますので、やってみてください。で、次元まで行ったらまた戻っていくと。上手い人ってこういうのにこうアホみたいな練習をしたりするんですよ。これに早口言葉混ぜたりね、生組生米生卵、生組生米生卵、生組生米生卵とか、一度にねたくさんのことをやったりする練習とかしてる人も絶対いると思います。あとこういう無駄にこう最高の速さで、自分ができる最高の速さで弾くとかね、僕はあまり速い曲弾かないでそういう練習しないですけど、絶対そういう練習楽しんでやった方が、ね、上手くなりますので、皆さんもぜひいろいろやってみてください。で、次パターン3、今度はですね、5は一緒なんですけど、次に1フレット開けて小薬指で7フレット弾いてあげる。1フレットずつ開ける。で、5、7って言ったら戻って、6、8と、5、7、6、8、5、7、6、8、5、7、6、8、5、7、6、8とね。って感じで、まああとは行ったり来たりすればいいだけです。で、これもですね、まあパターン4には書かなかったんですけど、これもまあ1弦またいで6弦弾いた後に4弦弾く練習も面白いかもしれないですね。あ、ちょっと難しいけどこれも練習していけばたくさんできるようになると思います。逆にね、今回はパターン3しかやらなかったですけど、そのパターン1を5678から弾きましたけど、今度は6弦から8765とか弾いていく練習もできますので、本当にたくさんバリエーションがありますので、今回は僕が3つ紹介しましたけど、ぜひ自分でね、いろいろ発見して作っていってみてください。まあ、こんな感じかな。結構ね、長練習してるとはかどるので、はかどるというか、あの、気づかないですけど、まあ、基礎練になるので、基礎練って普段しないじゃないですか。正直大事とか言いつつも、ギターレッスンか通ってる人とかも多分ね、基礎の練習だとか多分教えられると思うんですけど、続けてる人ってね、ごくわずかだと思うんですよ。基礎練習ってやっぱり暇ですよね。スポーツもまあ練習が楽しいともありますけど、やっぱり試合の方が楽しいし、ね、実際ね、野球、僕は野球やってましたけど、こうなんかこうバッティングセンターとかね、素振りよりもやっぱ実際こうパパーンと打った方がね楽しいんですよ。まあ、なんでその話になったか分かんない。まあ、ながら練習ね、ぜひやってみてください。では次回の動画もお楽しみに。